はい、引き続きね、熊崎創生リボンの方ね、ボスですね、ラスボスです。仲間になる、気になったかい、これは我らさんです。今からでも遅くないけど、どうだい？実に、あ、その気がないならそこでよく見てな。俺はこの世界を調べていて、すごいものを発見したんだ。このエリアに住む大ドラゴンが抱えているね。水晶玉から不思議な電波が出ているのが分かったんだ。あれこそこの世界の謎の大元、この不思議なパワーこそ化石復活の鍵だ。これさえあれば、ここはあの支配者になる。天才の俺が次は神様になるとはな。フェイスだろ、フェイスで。実に、いいんじゃと、この辺で弾を取りに行くか。この穴掘りレーダーから、あんなドラゴン、一行だ。ヒントンは奥の方へ駆け出した。フロアの奥からすごい音がする。バリ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 。ドア、跳ね返しやがった。なるほど。ヒントンの声だ。静かになった。死んだかな、あいつ。ボスがね、ボスがおるんですよ、ちょっと待って。あ、あれか。あ、でも回復させた方がいいよな。主のドラゴンを倒した。ドラゴンは消えるように姿を隠した。グツグツか。ああ、来た。みんなで助けに来たんだが。一人で何とかするとはな。グツ、すごい。いたと、実に、ああ、あいつもる。あ、こいつめ、ヒンストン。まったくみんなを危険にさらして、追ってるな。マリアの平手、うおー、すげえ。50のダメージ与えた。研究も中断したうち、まあ、その辺にしておいておきなさい。まずは地上との連絡を再開じゃ。突然不思議な音色と、言葉が頭の中に響き渡った。君たちは、そうか、帰ってきたのか。なんだこの声は。あのクリスタルからでは。うん、さっきまで、巨大なドラゴンが抱えていた、球体がぼんやり光を放って、あたりを不思議な色合いに染め上げた。私は長い間、この日を待っていた。なんと喋ったぞ。なんじゃ、あんたのは。私はこの世界の、語り部アトランだ。語り部アトラン、あんな顔してる。遠い遠い昔、この地底世界には、君らのような人が住んでいたんだ。なんだって、ここはその歴史の初めの長い間、他の世界を知らずにいた。ここが世界の全てだったのだ。ところが人が外の世界を発見してしまったのだ。元は知ってなかったのか。持ち前の冒険心でな、外の世界へ抱いた希望のこそが、この小さな世界を指定させたのだ。世界中にある神話みたいな。ルーム、もしかすると、大元がここかもな。でも、それなら人の化石が見つかるはずよ。この世界の化石は生きている。人は復活の仕組みが分かると、すべて仲間を活性して、ここを出ていったのだ。人たちはこの世界を振り返らなかったが、再び戻る時のために、この
証を作り、ここへ残したのだ。記憶と意識だけの存在として、なぜ知恵、でかい玉を持って、てっきり超パワーで僕を支配しに行ったと、ああ、わから持ってたのに、実に。何が作ったんや。その男は私と私を悪用としようと、していたの。君のおかげで助かった。うつはみんなも助けたんだ。うつはここの生き物たちと、心が通じ合っているようだ。もしかすると、ここの生き物たちの、謎を解くことができるかもしれないな。どうか探検を続けてくれ。そろそろ私をまた眠りにつけ。次に目覚めるのはいつかわからない。それでは。さようなら。あ、ちょっと待って。あれだ。いろいろ知りたかったの、残念。はは、後の、解明はわしらがするになるわ。おい、このフロアの先から、基地の方へ抜けられるそうだぞ。うつ行きましょう。もう立派な探検隊に。さあ、ヒントを送るんだ。ヒントには、預かり場で生き物の世話を仕込んでやろう。めっちりとな。よし、引くんだぞ、まだやめて。目ついてな。ひぃ。お、それじゃ探検隊出発。お前喋るんかい。広大な地底世界に掛け声がございました。ひとまずはお、し、ま、にぞ。続きね、また別の話なんですね。あ、わったー。これがね、モンスターたちの話。クリアしたな。面白いね、けどな、このゲームね。2がちょっと高いかな、お値段が。見つかけたらね、ちょっと買っといた方がいいかもしれませんね。1000円なものであればちょっとまだ安いんだけど、たまに2000円ぐらいで置いてあるんで、2ね。1は結構安いか。すぐちょっと完成版なんで。見えてるやつはもうね、復元したやつで、この影のやつがまだされてないやつなんですよ。で、右にある昆虫とかは、これ、ね、その特性か、その種類ですね。種族の種類です。まあ、昆虫、これが昆虫なんですけど、これをね、全部揃えると、まあ、昆虫になります。昆虫系が、出ます。これいこうか。ハサミカブ。これはもうすでにゴーレムだな。ゴーレムでも、ゴーレム。でかい頭はないのか。ないな。ワニかな。ユグドラシのやつ。何こいつ。
回みたい。八分。八曲げ。いいかな。とりあえず後でやな。後でやかも。多分これで、まだあんのかな。やれやれ、やっとキッズを直したよ。研究所に行ってきたか。リボンマシも直ったと。ところで生き物アルバムは完成したかい。どんどん知らない生き物を復活させることだよ。なかなかお目にかかれない珍しいやつもできるらしいけど、とにかくいろんな仲間を集めまくることだよ。あちらこちゃん洞窟をまた覗いてみたらいいかもな。あとはどうする？あ、もうこれもいいな。エキストラ洞窟に挑戦か。あ、一応、あれか。エキストラが出るのか。以上です。クズでした。また見てなー。